赤番のホームで中部勢が6番児玉が4番宮崎を突っ張る動きを見せて3番の鈴木剛は晒し続けています。4番宮崎は前に出られずに5番手出直しの形。中部勢の突っ張り児玉虎之助先頭を猪俣光一がマーク。残り1周半3番鈴木剛3番手の位置変わっていません。足を使っていない北日本勢が射程圏の3、4番手。4番宮崎浩二今日はまっくり5番手の位置になりまして最終周回先頭は6番児玉虎之助逃げます。1番の猪俣光一が番手絶好あとは3番手3番鈴木剛1列棒上変化なく2コーナー4番宮崎浩二の発進ですがなかなか車が進んでいかないかバック中間地点まだ3番手付近合わせた3番鈴木剛が中部勢を肉薄しているさあ伏兵人気の北日本勢が中部勢に襲いかかってくる児玉虎之助の番手から出た1番猪俣光一外3番鈴木剛と5番の高山雅彦接戦だが猪俣光一降臨2、3着は5番の高山雅彦と3番鈴木剛北日本勢の争い。